ははい、えー、こんにちは小山龍介です、えー、今日はですね、えーまあ、オールドレンズを使ったポートレートの撮影ということで、うん、少し、まあ、オールドレンズにですねふさわしい場所を選びました。これはあのそうですね池袋から近い、えー、この都電荒川線、まあ、あの福都心線も通ってるんですけども雑司ヶ谷、えー、この駅からですね、えー、降りての、えー、岸保新の。 この神社ののとこころですね、この辺りでポートレートを撮影しました、まあ、場所としてはですね最初この大鳥神社というところに行ってでその後、と参道を経由して神社でその後池袋の方にですね抜けていくということでこの辺りも神社お寺が結構あるんですけれどもこの辺りで撮影をしてきましたそれでまあどんな撮影をしたかというとですねオールドレンズ結構ボケがすごいんですね ちょっとと見ていいいきたいと思います。まあ、普通に撮影してですね、えー、ちょっともやっとしてる感じですね。えー、非常にこの花の赤い色が綺麗だったので撮ってみたんですけども、どうもですね、ピントが合ってるのか合ってないのかよくわからないという感じになります。えー、まあこんな感じの光が当たったとこのもやっとした感じがね、オールドレンズっぽい。 感じですどうしてもですね、まあ、これあ、えー、ズマリットの 50mmF1.5 というので、まあ、前期と呼ばれているものなんですけども後期ではなくて前期のものなんですけども大体1956年ぐらいの、えー、もので、えー、撮っています。まあ、あのかなりでですすねね吹き傷がついてるんです、ね、なのでその傷がですね、まあ、光がこう当たると特に強い光の場合はこういうふうにもやっとね、えー、する感じになってます。 まあだからちょっとねこう古い昔撮った撮影した写真みたいな感じに見えるということですねこの辺りなんか本当にすごい感じで光ってますなのでまあよくぐるぐるのですねこういうボケのすごいバブルボケというんですかねこういうボケもさることながらそこのボケにですねこういう光強い光っていうのがまた当たるとまた味わい深いという感じですかね はいまあ、この辺りのボケ好きな人は好きだと思いますね。私は、まあ、あのそんなにボケにこだわりはないんですけれども、まあ、撮ってみてうわなんかすごい異次元に来たなっていうね、えー、感じがしましたでまあこっからがですねお、えー、表参道なんかこういうちょっとねおしゃれたお店もありながら、えー、こういうちょっと何ていうんですかね えー、洋装店っていうね、関洋装店。まあ、今は開いてないですけども、こういうちょっと古いお店もあったりします。えー、こんな赤い鳥居もあって、えー、ここが神社ですけどね、えー、こんな感じで撮ってます。ですごい大きなです、ね、木があって、まあ、その木の麓で撮ったり。まあ、ポージングはもうちょっと工夫してもよかったなとね、後から思いますね棒。棒立ち、あえてさせてみたんですけどね、もうちょっと。 いい感じでまあこんな感じのねちょっとニュアンスをつけた方がよかったかなという気もしましたねでこれはもうあの池袋にちょっと近づいていった時の神社という感じでちょうど木漏れ日がですねこんな風に、えー、当たってるところを撮ってみました、まあ、こちらは先ほどみたいな強い光というよりは柔らかな光を捉えているという感じでこっからはですねちょっともうレンズが現代的なレンズで 50mm のレンズ使ってるのであのソニーの カメラを使っまああのー、繰り返しになりますちょっとね反省としてはもう少しポージング工夫できたかなと思いつつ、まあ、このオールドレンズのですねちょっともやっとした感じで、まあ、違和感を出すっていうところにつ,けついてはですねまあなんか意図通りできたかなというふうに思いますまあ少しこういうね、あのー、東京の、えー、古い、えー、下町とか こういう古い場所なんかはいろんな、ね、表現ができるなというのを改めて感じました。ということで、まあ、こういったあの、ね、ポートレートの撮り方だとか撮影の仕方だとかあとロケーションの紹介なんかをしていますのでよかったら、えー、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。ではありがとうございました。